完成しました。スパイシーなカレーの香りが広がってます。それではね、早速いただきます。とろっとした卵の黄身も美味しそうです。それではいただきます。うん、美味しい。カレーのスパイシーさは感じるんですけども、卵の黄身のおかげかとってもね、マイルドに食べられます。次はウインナーと一緒にいただきます。うん、これも美味しい。ウインナーのジューシーさも感じられてね、これもね、とっても美味しいです。そして卵と一緒に食べなかったので、よりカレーのスパイシーさをね、感じられます。めちゃくちゃ美味しくて、あっという間に、ね、半分食べちゃいました。少しスパイシーな味付けなので、娘はね、ちょっと辛そうにしてましたが、妻はね、とても喜んでくれました。レシピはいつも通り下の概要欄にまとめてありますし、この画面をスクショしても OK です。とっても簡単に作れますので、ぜひね、お試しください。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルではキャンプ場でも簡単に作れる料理を紹介してます。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。それではまた次回、バイバイ。